当ててみたいんですけど、 SF はもしかしてスチールとファイバーだったりする、はい、そうです。やった、スチールとファイバーグラスの頭文字を取って SF ですね。あ、玉田さんはどういう会社をやっておられるんですか？弊社は地下タンクの製造メーカーでございまして、油を貯める地下タンクを作って全国に販売しております。地下タンクの日本国内のシェアが7割ぐらいやらせていただいている道トップのメーカーでございます。まさに地面の中の力持ちで。あ、そうですね、はい。金沢市無料寺町に本社を構える玉田株式会社、石油を貯蔵する地下タンクや防火水槽などの設計・製造を行っています。これは、はい、あの SF 二重核タンクではないんですけれども、オール FRP で作ってるタンクになります。はあ、本当に繊維が縦糸横糸みたいに見えて、はい、でこのタンクはあの水であったり食品系の溶剤であったりとか、まあ、そういうものの貯蔵に使われるタンク。そうなんですか。ですね、はい。で元々、ここ金沢の工場は SF 二重核タンクを専門で作る工場で20年以上やってきたんですけれども、今現在は栃木と、熊本の方に工場を集約しまして、で SF タンクはその2工場でやっております。こちらは先ほどあのご紹介した FRP のタンクを作る工場になっております。鉄でできたあの金型にガラスを貼って、で、はい、手作業であの樹脂と安心させる作業をしているところですね。張り子の虎を作っている。あ、そういうイメージですね。ね、何層も何層も、まあ、最後はあの金型からあの外れて、タンクの形状になっていくと。へえ。玉田のスゴ技は地下タンクの製造だけではありません。こちらが、弊社で今年開発しましたリークディテクターのデモ機になります。リークディテクターっていうのは、例えば遠隔にあるタンクが漏れてますっていうことを検知してお知らせするという感じですか？そうですね。タンクの周りの外郭が正常にあの機能しているかどうかということを、これあの3年に1回法令で検査しないといけない。この機械を設置することによって法令点検を免除してもらえるということを目的に作っています。ディテクターっていうのは、例えば24時間監視する仕組みなんですか？プログラムしておけば1日1回検査できますし。あ、なるほど。自由に設定できるように作りました。まあ、今やはりなかなかその働き手もいない中で、自動化することによって人が介在せずに安全に使えるような構造の機械を提供すると。ボタンがあるのがなんか全部押したくなります。押さないでください。この石川県内から実はそのシェアを誇っていて、しかも維持更新され続けているというところに驚きがありました。競合相手出てこないんですか、ここまで行っちゃうと。一つはやっぱりこの脱石油の流れの中で、今から設備投資するかっていうことですね。ただ目の前にはまずエタノール、今後比率を上げていくっていうのが今ありますし、まあその先には合成燃料っていうあの選択肢がありますので、まあ液体燃料が必要とされ続ける限りタンクというのは必要になりますので、あのまあ我々がこれまで培ってきた技術っていうものは何らかの形であのお役に立てるんじゃないかなと思ってます。玉田株式会社の超絶技術、地下タンクにリークディテクター、石川工業のスゴ技です。